ハグレー公園はニュージーランド南東クライストチャーチ市に所在する公立公園。1855年当時のカンタベリー州政府により設立された公立公園。クライストチャーチ市のほぼ中央部に位置し165ヘクタールの広大な敷地を持つ。公園はリカトン通りを境に北側と南側に分かれており、クライストチャーチの各種スポーツ競技施設として 使用されている。公園の管理は、クライストチャーチ氏が所管しているが、公園内に設置されている、ゴルフクラブ、テニスクラブは独立運営のため有料制となっている。クライストチャーチ病院は、カンタベリー地方保健局が所管している。北川公園内には、主要施設が集中し、ゴルフコース、テニスコート、サッカー場が設置されている。また、クライストチャーチ植物園、 クライストカレッジ、クライストチャーチ病院が隣接している。夏季には野外コンサートが開催され、およそ12万人の来場者が訪れるコンサート会場として使用される。南側公園内にはネットボールコート、ラグビー競技場、サッカー競技場、クリケット競技場、ホッケー競技場などが設置されている。南側公園はヘリポートとしての機能を持ち、 北川公園に位置するクライストチャーチ病院へ、急病人を搬送するヘリコプターが着陸することがある。救急車搬入口、信号機も設置されている。南川公園内の中央部、約4ヘクタールの敷地は、クライストカレッジの運動場に指定されており、クライストカレッジ専用のクリケット競技場のほか、馬術、ポロ用の馬を飼育する球車が設置されている。 運動場周辺では、馬の横断や、騎乗訓練がされるため、馬注意の警告標識が設置されている。公園内では、気象鳥類の観測もされ、園内の樹木はすべて保護樹木に指定されている。1882年には大産業博覧会の会場となり、1906年から1907年には、ニュージーランド国際博覧会の会場として、使用された。 ありがとうございます。